昭竜寺は埼玉県大里郡より町にある総当州の寺院。中世に栄えた豪族の藤田氏の菩提寺として創立された。寺院内墓地には、北条氏国夫妻と氏国の養父である藤田靖国夫妻の墓が4基並ぶように安置され、埼玉県指定史跡になっている。藤田靖国夫妻、北条氏国夫妻の墓、藤田靖国夫妻、 北条氏国夫妻八方城主だった北条氏国との遊園が深いことが重要視されており、祭事が企画されることもある寺院内墓地から本堂と市街を見下ろす十二世紀中頃に藤田氏初代井の又正幸が高根山に箱根権現を祀ったのが始まりとされる。1187年、寺院近くにあった花園城下の湖に清流が住み着いたとする逸話に基づき、 臨済州の総儀の両王将が1348年に清流寺と合した。藤田市十五代の安国が回帰となって、1532年に関王水元王将の教家の下に創建され、後に安国の養子である北条氏国の家を得て大きく栄えた。氏国が北関東支配の拠点としていた八方町は、 豊臣秀吉による小田原征伐の標的となり、前田利家、上杉影勝つら北国軍との1ヶ月に及ぶ牢城戦を繰り広げた後、昭隆寺において会場の合意が交わされた。清隆寺は、正隆寺と会合された後、徳川家康入幕後の1591年に昭隆寺に会合された。ありがとうございます。